伊藤美代寺、伊藤美代寺、伊藤美代寺、安政4年5月7日、1857年5月29日、昭和9年、1934年2月19日は、明治から昭和の日本の官僚、政治家、伊体君当社区位は、11位、君一等伯爵、長崎県長崎市出身。安政4年、1857年、 長崎町年寄り、伊藤全平の三男として長崎栄屋町で誕生。早くから長崎英語練習所で、グイドフルベッキに指示して、英語を収め語学を習得。明治4年、1871年に、明治政府の公部省の試験に合格して、上京、電信技師となったが退職。明治6年、1873年に、兵庫県役官を経て、明治9年。 1876年に、再び上京、神田公平の推薦で、伊藤博文の地具を得て、公部省に出資した。伊藤の側近として、事務作業に従事し、明治11年、1878年に、内務省へ移動、明治13年、1880年に、大乗関係少書機関、明治14年、1882年に、 三次院議官保健書機関を歴任した。明治15年、1882年に、伊藤の欧州憲法調査に随行、翌16年、1883年の帰国後は、制度取調べ局御用係も兼ね、明治18年、1885年に第一次、伊藤内閣が誕生すると首相となった、伊藤の首相秘書官なった。明治19年、 1886年から井上、武志、金子健太郎と共に大日本帝国憲法起草に参画。明治21年、1888年に伊藤が首相を辞任して、数密委員議長に移ると数密委員書機関として、引き続き伊藤に仕え、同年末から翌明治22年、1889年1月の再検討を経て2月11日の、 大日本憲法交付につなげた。明治23年、1890年9月29日には、貴族院議員に直選され、第一回帝国議会で井上と共に予算に関する憲法第67条の解釈を、明治24年、1891年にかけて調査、伊藤に報告している。同年には、経営が傾いた東京日日新聞、現在の毎日新聞を、 買収、財官のまま、第三大社長を務め、日清戦争から日露戦争に至るまでの日本の政治、外交において、政府用語の論人を張った。明治三十七年、1904年に、加藤公明に売却するまで十三年間社長を務めてい,い、また条約改正の意見書起礎を伊藤に依頼されるなど、次第に重要任務を与えられるようになった。 明治25年1892年に第二次伊藤内閣の内閣書記官庁に就任。明治27年1894年で議会の多数発行策に奔走、政党工作に力を振るった。同年に勃発した日清戦争に際して発生した旅順虐殺事件について海外マスコミに弁明、海外の日本に対する不評を最小限に押し止めた。 明治28年、1895年5月7日に、全県弁理大臣として、下関条約批准書交換のため新の芝生へと会、帰国後は戦争中の功績で乱尺に助せられた。また、政府とロイター通信社の契約を取りまとめることで海外に、日本寄りの情報発信を拡策、自由党幹部の林雄三を通して、政府と自由党の提携を実現させるなど、 情報面と政局に手柄を挙げた。ただし、翌29年、1896年に、自由党から板垣大輔が内務大臣に就任したことで内閣が分裂、伊藤の辞任により、内閣初期官庁を辞職している。明治31年、1898年に、第三次、伊藤内閣の農商務大臣を務め、板垣を再入閣させようとしたが、 大倉大臣の井上薫の反対に相取り止めになったことを恨み辞職した。日清戦争以降は山形有友の地遇をも得て明治三十二年1899年に数密顧問官となり数密院でも大きな影響力を持った。同年に提出制度調査局が発足すると総裁となった伊藤の下で御用係となり皇室天板造法に取り掛かったが 伊藤の辞任で一旦中断となった。明治33年、1900年、伊藤の立憲政友会結成に際して、県政党の保守通ると、新党結成を交渉するなど、その準備過程には参加しながら入党せず、翌34年、1901年に第4次、伊藤内閣が投閣すると、伊藤と桂太郎との交渉に取り組み、第1次、 桂内閣の成立に一役買った。明治三十六年、1903年に山形と結託して、伊藤を数密委員議長に祭り上げ、政界から遠ざかった伊藤から離れたが、同年に提出制度調査局副総裁となり、総裁に復帰した伊藤と再度手を組み、伊藤に有賀長尾を推薦し、明治四十年、1907年の 公室天罰造法と公式霊交付に尽力した。また、真の立憲制度導入に意欲を示した伊藤から、将来の清志への同行を予定されていたが、明治42年、1909年に伊藤が暗殺されたため挫折した。以後は、政党外部に身を置きつつ、金脈を通じて、しばしば政界の表面に登場し、憲法の番人を辞任して、官僚勢力のために、 主事の格策を講じ、数密院の重鎮として、昭和初期まで政界に影響力を保った。銀座の大地主で、関東大震災の復興のため設けられた、帝都復興院の政策に反対した。大正6年、1917年に、臨時外交調査委員となり重要な対外政策の決定に関与し、常に積極的な対外政策を主張した。県政界 立憲民政党内閣の進めた協調外交、茂原外交に批判的で、昭和2年、1927年には、数密院で台湾銀行救済緊急直令案を否決させ、第一次、若月内閣を総辞職に追い込み、昭和5年、1930年のロンドン海軍、軍縮条約締結時にも反対して、浜口内閣を苦しめた。 明治40年に死尺を受尺。大正11年、1922年に白尺に小尺。昭和9年、1934年2月19日に76歳で死去。墓は東京都中央区の築地本願寺和田堀病所にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。